今から15分だけ配信します。めっちゃスピン。本当はねくだらないとの家出るチェン前とかにしたかったけど、私はこれから学校に行ってくるので、そうで学校でそのままくだらないといこうかなって思ってるから今配信してるんだ。今日はねもうちょっとチラ見してあってるけど、可愛いワンピースを着ようと思います。で学校が終わったらメイクとか髪のセットをして出ます。今日は朝から、朝というかもうお昼だけどこの時間は何お夢逃げしてる。どうした？すごくない？どこ？こんにちは。こんにちは。そう、このくらいそのまま学校行く時間が日替えしたいけど、私メイクとかもあっちでするから、アイロン2本とメイク道具持ったら荷物いっぱいだから、そうもうこの服のまま行っちゃおうって思って。ふうちゃん許可まだ出してないんだけど。分かってるのかな、うん、それについては。ゆめちゃん、はい、よかったらやる、見てね。何何、アイロン、そう2本持っていく。1個は前髪とか最初に通す用の、あのストレートアイロンと、もう1個は髪巻く用のやつ。今日はおろし、巻きおろしにしようと思って気合い入れて学校行く。大丈夫、こんなね可愛い服着てるけどメイクもヘアセットもしてない状態で全然学校行くから。そうなんや。普段の学校なんて、私最近の学校全部終わった後レッスンだったから、毎日なんかねレッスン着で行ってたそうなんよ。今15分だけする。学校だ学校だ。でも今日の学校があったら、とりあえず今月はもうない、次は来月、真ん中の辺だからちょっと楽ですね。わかる、学校はそう、制服って結構いいもんやね。制服があったらさ服も迷わんでいいから、そう嬉しい、楽だよね。小学校とかはさ私服やからさ、まあその時はコーデなんて全然自分で考える、そう考えることもあんまなかったけど今は思うとね楽だよね。小学校の頃はそう、確かに大学生とかは確かに私服選んだり、女の子は髪型いつも変えたりしてると思うし大変だよね。私は多分大学生とかに、まあ、なる予定はないけど、なっても多分スピンで行ってんだろうなって思う。メイク基本しないから、学校はこれからだよ。うん、はい、うちが今日も京都で、あの私の隣にいます。なぜかひもお腹すいた。ギュギュする、うん、めっちゃなんかなる。確かに一応起きてんのか、一応、うん、よく起きれたね、うん、そう一
応今日は配信でしょ。3時間、うん、くだらないと前に2時間と終わってから1時間。頑張ったよね。頑張るんだよ。イベントらしいので、そう、私のルームにいる人もよかったらいてあげてね。1枠目の方はね、STU メンバーいっぱい出てるからね。そう、2枠目の方は2人だけだけど。見えないよ、でも近づいてる。なんかさ、8月25に向けてさ、新しく覚えた曲めっちゃあったじゃん、うん、でもさ、あまり配信とかではさ、その鼻歌とかしちゃダメじゃん。ネタバレになっちゃうから。そう、やっと今楽になりました。僕は楽になったしてたらしいよ。んかなうもしてた。みんなしちゃうんでしょ。そう、いや、ゆうなもで、ゆうなメールで、うん、夢逃げと、うん、好きな虫 をおすすめ曲としてご紹介したらしい。そうなのね。しにくない。私は当日か前日かな、好きだって伝えれるとこがありますよって、好きって伝えれるとこがありますよって、まあ大具合ダイヤモンドなんだけど、そんぐらいかな。レッスン中さ、うん、サチ大具合ダイヤモンドじゃないからさ、サチとずっとさ、うん、すげーって言ってたんだけど、好きって言葉最高さんとかね、気づいてない、ね、気づいてない。だって私はそう、あれだよ、入ってる、入ってるからさ、しかもさ、ちょっとタイミングがさ、うん、むずいじゃん、うん、2回ぐらいちょっとフェイントかけられるじゃん。1回目には違う、好きって間違えた、あーってなって、そっちも次好きって言って、また中に来た。ちょっと気まずい、ね、でもさ、そうだ、クルさんなんだっけ、インスタのストーリーで夢に言うこと言ってなかった、あげるみたいなこと言ってなかった、あげたのかわかんないけど、クルさんやったな、夢逃げいいよねみたいなツイート、クルさんやったな。だってそう、もう歌い放題です本当に。何でも歌い放題で、私はそう、チャートリンの曲は歌わないようにしなきゃです。まあ、最強ツインテールは歌います。僕の好きな最強ツインテール、チャートリンの俺曲とかなら別にでしょ。中国何が一番難しかった、ビギナー、うん、ビギナー難かったね。ビギナーむずいよね。定点見たい。定点でさ、ビギナー見たい。わかる？なんか自分を見たよね。そう。あ、開くとこ間違えて取っちゃって、ちょっとあわあわってなっちゃった。私、じゃ普段間違えんとこ間違えるの本当にさ嫌だよね。うん、一部の3期だけね、逃げた結果指さすの忘れたいよ。マジでバリ映ってた。やだね。みんな指さして私顔だけ練習でそれやったことある。でもやったことない、一部の最初の辺結構みんなミスしよったよね。近い子がさ、すごい普段しないようなミスをよくしてたからさ、びっくりした。でも最初さミスしがちだけど、その後は大丈夫よね。そう、めっちゃ焦った。あってなったけど、うん、もう今から指さしてもおかしいから。確かにね、そうやったら刺さんほうがいいね。顔だけ今そのなんかこういう感じ。あ、気合い入れてね。はい、はい、なるほどなるほど。でも周りがさミスをしとるとさ、つられちゃいそうになるじゃん。わかる。いや、そうない。なんかあずみさんがさ、うん、好きな虫の時にさ、うん、あのまだ立つところじゃないんだけど、うん、立とうとしちゃったの、うん、一回それで私もそれぞれとなんか私も映ったマジちょっとおもろかったあれは。あとはあれやった、転がる石ってさ移動のタイミングあるやん、うん、まずはさ BRSTU してさ、その時は静にさ、でその後はジャンプがあって、そのジャンプが2回あるやん、うん、2回目で移動するって風だったじゃん。あずみさん1回目から移動しちゃってて、しかもあずみさん私の目の前なんよ。
そう、はさみさん行かないでとか思いながら、そう行かないでって思ってた。あのジャンプしながらね、ビギナーの位置に立つんだけど、なんかさ、うん、そういうさ、うん、なんか自分だってそういうのしちゃったらなんか香り出るじゃん。だけどさ、あずみさんの香り電気すごいよね。わかる。そう確かに先輩がミスしてるとね、そっちがあれってなっちゃうこともあるよね、うん、あるね、あるある。でもあのジャンプのタイミングね、移動するのむずいよね。結構直前に決まったしね、うん、移動とかも大変だった。私原点に入る前ゆいちゃんとぶつかっちゃったし、あそこ時間短いけど移動もないからさ。そう、私とゆいたんは2連続同じ曲のしん2連続新名だったのね、ポジションが。だけど逆側だからめっちゃ走った。ちなみに私は2部の必然性から奇跡も端から端まで走った。もうあのさ、チャン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 から入るだったじゃん、あのチャンチャンのジャンプからもうなんなら入ってた。ジャンプで立ち位置ちゃんと定めるみたいな。移動大変でしたね。じゃあ M 字からのあの自撮りの後が一番いいのかな。さ、ユイナの前かなに入るところ、一サビあって編集は短いトゥ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 、あー入るね、斜めのところね。あったね、あそこむずい、大変。なんか元の折り面16人ではなくさ14人じゃん、うん、だからさ構成とかも変えてあるじゃん、うん、行きこことかさ太陽が昇ったのところさ、普通に私はここは散歩地だったけど普通なら、ね、その場でやるけどね、うん、後ろまで行ってね手を伸ばさなきゃいけなかったりとかね、めっちゃねもう大変大変。うん、もうこんな時間壇上読んで終わります。18から18位としきさん、17位あおさん、16位ひまわり29さん、15位ワイズアットつまみんさん、14位しゅんアット台湾さん、13位せとしさん、12位あんぱさん、11位まおさん、トップ10、10位えいたんさん、9位まっちゃんきゅうさん、8位ようたんとつまみんさん、7位ティアニーさん、6位なるみやとさぬきうどん大学卒さん、トップ5、5位いけびしさん、4位つうでしさん、3位なおくんあと小学生の中身楽しいやおさん、2位ワンタさん、そして今日の第1位はどこ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 どん、今日のランキング1位はやましんさん、ありがとう、感謝、ありがとう。15分だったけどありがとう。私はこれから学校からのメイクとか髪をしてくだらないとです。夜ぜひぜひ見てください。そう、14人と16人じゃ全然ね構成とか歌割りが変わっちゃうから大変なんです。また夜はくだらないと終わりはもう1分でも配信できそうだったらするね。そう、本当にできるかできないかのところだから、ちょっとでもできそうだったらします。またね、ぜひ見てください。今日のメンバーは私とイジゴとユーナンとヒータンです。ちなみにヒータンの昨日かな上げた投稿に私が実は映ってるから見といて。あの投稿おもろいよね。あ、いちご泣いちゃった。多分いちごが取りに行ってる間に撮ったよね、ひーたんと私とゆうなと、まあ私とゆうなは映ったって感じなんだけど、そう楽しみにしてて。そう、できるとしてもそう21時半以降かな。じゃあまた夜会いましょう。そろ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 出るかな、テラップ出たあるね。そう、ひーたんの投稿見て、私がめっちゃなんか幽霊みたいになってるから、私とユーナが表情にもちょっと注目、ちょっと怖い。そう、ガラス越しの、マジ中止、うん、中止になったの。今びっくりした、うん、30日だよね、30日のナイト、ね、そうナイトクルーズ、ナイトクルージングが中止になっちゃうみたいです。行かれる方はチェックしてください。公式の LINE できました。私は出る予定がないけど悲しいですね。今 LINE 来て悲しい気持ちになっちゃった。泣かないで、台風ね、やだね。じゃあとりあえずテロップが出たので終わります。
ぽいぽい、なんか悲しい気持ちになっちゃった。バイバイ。